朝起きてからまずはじめにアラームを消します。平日土日も関係なく毎日8時半にアラームを設定しています。ベッドから出たらローブを着て洗面所の方に向かいます。実は私すっごい歯ぎしりがひどいんですよ。なのでいつも寝るときこのマウスガード、マウスピースっていうのかな、をつけて、朝にはもちろん外すので、それを一番最初に洗っています。髪の毛をお団子にして洗顔をします。朝にやる肌の保湿は結構シンプルなんですよね。詳細が気になる方はスキンケアの動画を見てください。朝ごはんは基本的に食べないんだよね。ダイエットしてるわけじゃなくて、ただお腹が空かないだけです。水筒を水一杯にして自分で作ったウェルネスショットを飲みます。免疫力を高めるドリンクだし、これを飲むと目が覚めるんだよね。こっちにはジンジャーショット、こっちにはお水って感じ。ここで安定の抹茶豆乳が登場します。必ず毎日これ飲むからね。その後にコップ1杯分のあったかいお水を入れます。ここでまた自分の部屋に戻ります。とりあえず飲み物とかはベッドサイドのテーブルの上に置いて、布団の中に入ったらその日のスケジュールや前の日の夜に書いたメモの確認などをしたりします。その後本を読みます。これはね、一日を始める前にやろうとしていることで、ちょうどこの動画を撮影し始めた時に新しい本をゲットしました。エミリー・ラダカウスキーのマイ・ボディという本です。部屋をきれいにしてからその後洗面所に行ってメイクをします。私がやってるメイクはもう普段やるものなんですけど、使ってる商品やコツが気になる場合は以前載せた動画をチェックしてね。はい、あとちょっとでメイク終わるところなんですけど、ちょっとね話したいことがあって、最近私のインスタとか、YouTube の方でもそうなんですけど、すっぴんからフルメイクの変身みたいな感じの動画を載せていて、たくさんね私のファンの方からポジティブなコメントとかもいただくんですけど、めっちゃ失礼なコメントとかいくつかあって、自分のすっぴんの顔とフルメイクの時の顔別人だねとか、なんかすっぴんブスとか、え？みたいな、あなたのためにメイクしてないし別にあなたの意見も聞いてないっていう、なんかコメント欄ってもうみんな意見とか自由だから何でも書いていいっていうのはわかるけど、なんでわざわざそういうネガティブなものを書かないといけないんだろうと思って、私はもう無視してるっていうか、常にそういうコメントに返信してるってわけじゃなくてコメントをリムーブしたりしてるんですけど、なんでお互いさみんな人間として応援し合うことができないんだろうって、もちろんそうやって前向きに考える方がほとんどなんですけど、すごいそれで最近ちょっと落ち込んでたけど、落ち込む必要性なくないと思って、別に自分でもすっぴんと
フルメイクの顔違うの分かってるけど、フルメイクの時ももちろん好きだし、すっぴんも好き。まあ自分の顔好きっていうと、なんかすごいナルシストって思う方もいらっしゃると思うんですけど、英語でよく言う There's a difference between being cocky and being confident。 自信を持つことって本当に悪いってわけじゃないの。それをちょっと皆様に今日伝えたくて、自信を持ってポジティブに行こうぜみたいなまあそういうダークなエナジーを持ってる人たちはもう無視。もう最終的に言いたいことは、もう本当に愛を広めようぜみたいな。まあすごい真剣な話してんのにこういう顔っていう、ちょっとパウダー払うね自分自身と人生が好きになれば本当に世界が変わるよ。だから他のことに負けないで頑張っていきましょう。この後にはお仕事を始めてモーニングルーティーンはおしまいです。 Thank you so much for watching and I'll see you guys in my next video.